さてと、予防薬を作るためにもまずはニオからもらった資料を解読しないとな。それじゃあ手分けして使えそうな情報を探しましょう。はい、頑張ります。これすごく難しいな。ニオさん、こんなの読んでるんだ。薬草の効能に、組み合わせて使った時の効能に、特定状況下で起こりうること。まいったな、一通り参照するだけでもかなり厳しそうだぞ。やっぱり思った通りにいかないですね。ルシルちゃんはどう？ルシルちゃん？わかりません。どうしてこんなに難しい本を先輩たちはそんな簡単に読めるんですか？簡単って、そんなことないぞ。もう何が書いてあるのかもさっぱりだ。でも、もうさっぱりわからないってことがわかったじゃないですか。私、そこまで読めるようになるのに何年もかかって、それでも周りの子より解読がずっと遅かったんです。そんなことじゃ医者になんてなれないって、やっぱり何もできないお金持ちのお嬢様だって陰でバカにされて。ルシル、そんなことないよ。ルシルちゃんは今までだってすごく頑張ってたよ。でも私、やっぱりダメなんです。お医者さんになりたくて頑張って勉強したのに、ずっと置いてけぼりで。結局お医者さんになりたかったけど、せめて覚えたことを活かしたかったから役人になって。でもたくさんの人の役に立ちたかったのに、皆さんにもずっとご迷惑をかけっぱなしで。大丈夫だよ、一生懸命に努力すればもっといろいろできるようになるから。努力すればできるなんて、そんなのできた人のただの自慢話ですよ。私、何をやってもうまくいかないんです。多分このまま役人を続けたって。今回の件だってまだ始めたばかりだろう。それなのにこんなにすぐに諦めるな。まだ何も始まってすらいないじゃないか。それはそうですけど、でもだからって私にできることなんて。ルシルちゃん、私もね、こうやってしっかり本が読めるようになったのって本当に最近なんだよ。え？でもちっともそんなこと。エスカが役人になったばかりの頃は難しい調合もほとんどできなかったんだ。それを仕事の合間を縫って必死に勉強して、ここまでいろいろできるようになったんだよ。じゃあ先輩も。あんまり自慢できないけど、勉強はそんなに得意じゃないんだ。ほら、一緒に調べよう。私じゃわからない薬草の効果とかもあるから、ルシルちゃんが教えてよ。私がエスカ先輩に教えるんですか？俺だって薬草のことなんてわからないよ。この辺りが関係ありそうなんだ。読むから意味を教えてくれ。かなり時間がかかったな。でもなんとかレシピが完成しました。レシピができたのはいいけど、なんだか難しそう。ちゃんと作れるかな？